第14話。翌日。もうやる気ないんじゃないの？うわ、いきなり。未確認物体、衛星軌道上に突如出現しました。はあはあはあ。衛星軌道上？でかいやつ。パターン青、使徒です。使徒、映像出ます。はい。こりゃ、またでかそうな。衛星軌道から動きませんね。ここから一定距離を保っています。ってことは効果接近の機会を伺ってるのか。その必要もなくここを破壊できるのか。こりゃ迂闊に動けませんね。こちらの射程距離内まで近づいてくれないとどうしようもないわね。エヴァには衛星軌道の敵は迎撃できないわ。そうね、まずは様子を伺いましょう。対空迎撃戦の用意をして、大遠距離射撃準備。なんだろう、まさか使徒寝ている。外はどうなってるんだろう。すぐ戻らないと。エヴァに乗らなくちゃ。うん。どうした、お前が。パイロットはいかが。させろ。ハローキティ、こんにちは。第14使徒。楽ちん。アラエル。目標は衛星軌道上に突如出現。超長距離射撃による対空迎撃を試みますが、出力不足のため AT フィールドを突破は不可能でした。この後目標は心理攻撃を展開。パイロットは目標の心理攻撃に苦しめられます。この状況を打開するため、ロンギヌスの槍の使用が決断されます。結果、ロンギヌスの槍により使徒殲滅に成功しますが、槍は第一宇宙速度を突破、月軌道に移行。ロンギヌスの槍は回収不能になりました。以上、報告を終わります。はい。何もしてない。3号機。陣代。1日後。はい。第15話。翌日。また、ラミエル。ラミエル、ここで。国連艦隊より緊急入電。太平洋上にて新型エヴァの部品を搬送中、突如使徒が出現。襲撃を受けた模様です。何ですって。使徒は新型エヴァの部品を破壊、その後姿を消したようです。エヴァが使徒を引き寄せるのかしら。いずれにせよ間違いなく来る。次はここへ。これは国連艦隊の戦闘記録分析結果です。目標は一定距離内に侵入した外敵を下流手法で自動排除するものと思われます。展開される AT フィールドは総転移空間を肉眼で確認できるほど超強力なものです。こいつここで組んだ。強力な下流手法と AT フィールド、攻守ともにパーペキな空中要塞ね。エヴァによる接近戦は危険すぎますね。どうします。どうします。そうね。私ね、ちょっちやってみたいことがあるの。も
目標のレンジ外、超長距離からの直接狙撃かね。そうです。下流手法を受けずに攻撃する方法は、目標の AT フィールドを中和せず、レンジ外からの一点狙撃のみ。マギによる回答は勝算 8.7%、 最も高い数値です。反対する理由はない。やりたまえ、桂木君。今回も何もすることなさそう。あれ、第三新東京市に出現しました。あるか。来たわね。なんとか間に合ったわ。もしもの時の盾も準備 OK よ。ご苦労様。それじゃあ作戦開始よ。なんだろう、まさか使徒が。また外。どうした、パイロットはいかが？パイロットなら僕がいるよ。出来たてのパイロットはいかが？出撃させろ。あ、林原じゃん。わあ、やるんか。こんにちは。ファー。目標移動開始しました。何したらいいの？首都の下流手法には十分気をつけるのよ。目標はエヴァ初号機の迎撃開始ラインを通過しました。はい。くるく、初号機移動して。初号機移動して。遠くて分かんねえな。初号機移動して。あら。国連軍消滅しました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 。あ、いた。首都3号機に攻撃。引っかかった。エヴァ3号機 AT フィールド中和開始。AT フィールド計測出ます。ああ。エヴァ3号。回収班より。遠いな。国連軍消滅しました。電源ビルどこ？国連軍消滅しました。初号機移動して。あ、失敗。当たり。初号機再起動。まさかそんな。シンクロ率が 400% を超えています。
やはり目覚めた彼女が。ここで食うの？食ってる。全然美味しくなさそう。始まったな。ああ、全てはこれからだ。おう。だが。アスカどうなったんだ？甚大。お、S2 機関を取り込みました。お、これはすごい。